皆さん、こんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第41日目です。では問題を見ていきましょう。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、マイナス21割るプラス3、負の数割る正の数、答えは負の数になりますね。ですからマイナスをつけて21割る3、7ですからマイナス7、これが答えです。丸2、マイナス13足す2かけるマイナス4、足し算と掛け算、掛け算が先に計算するんでしたね。ですからマイナス13足す2かけるマイナス4はマイナス8ですね。負の数同士の足し算ですから、マイナスの符号をつけて、数字13足す8をやると21なので、マイナス21というのが答えになります。丸3、2かけるマイナス4かけるプラス10、ね、3つの数掛け算しています。この中に負の数が1つあるので、つまり奇数があるので、答えは負の数になりますね。そうするとマイナスをつけて絶対値は掛け算します。 2×4×10 こうなりますね。マイナス 2×4 は8、 8×10 なので80と、マイナス80というのが答えです。丸4番、マイナス 3×9 割るマイナス15、この割り算の部分を逆数を使って掛け算に直して計算します。マイナス 3×9 かけるマイナス15分の1、このようにします。そしてここの3と15を約分しましょう。こうなりますね。負の数2つかけているので答えは正の数になって5分の9、これが丸4の答えということです。括弧に次の式を除法、割り算ですね、この表し方に従って表しましょうと。丸1、 A 割るマイナス7と、割る数が分母、割られる数が分子となります。で、正の数と負の数の割り算なので答えは負の数になって、マイナスを前につけて7分の A と、ね、マイナス7分の A というのが答えです。丸に X 割る括弧 Y プラス Z、割る数は Y プラス Z、 割られる数が X ですね。ですから Y プラス Z 分の X、 このようになります。この時この割る数のところについていた括弧、ここの部分なくなります。これも覚えておいてください。括弧3です。次の数量を文字式で表しましょう。丸1、一冊 A 円のノートを5冊買った時の代金と。代金は1冊の値段かける買った冊数になるので A×5、 こうなりますね。文字式では数字が前について5A、 こうなるので答えは 5A、 値段なので単位がついて円と、 5A 円というのが答えです。丸に、長さ xcm のテープを3等分した時の1本の長さと、ね、3等分ですから同じ長さに3つに分けたと、ね、同じ長さで3つに分けたということなので、割り算で x 割る3とこうなりますね。3分の x となって、こういう単位をつけて3分の xセンチメートルと、これが答えです。括弧4番、
次の計算をしましょう。丸1、2分の 1x、カッコの3乗ですね。カッコの3乗ですから、カッコの外に3乗ですから、これ2分の 1x を3回かけるということです。ここで2分の 1x というのは2分の1かける x ですね。ですから、これ考え方として2分の1かける x を3回かけると。2分の1かける x かける2分の1かける x。こう考えます。もうここの部分は分かっているよという人は2分の 1x かける2分の 1x かける2分の 1x という書き方でも構いません。2分の1を3回かけたので8分の1ですね。で、x も3回かけたので x は3乗となって8分の 1x3 乗、これが、丸1の答えになります。丸2番です。 a×a×-1×a と、文字と数字の掛け算の場合、数字が前に来るんでしたけれど、この -1 の1の部分書かなかったんですね。ですからマイナスと書いて a が3回かけてあるので3乗と、マイナス a の3乗というのが丸2の答えです。括弧5、 ab をそれぞれ別の整数とするとき、計算の答えが常に整数になるものを選びましょうと、ね、こういう計算をして答えが必ず整数になるということは小数や分数にならなければいいんですね。a は a たす b、 整数と整数を足した場合、これは必ず整数になりますから、これは当てはまりますね。 a 引く b、 整数引く整数、この場合も小数や分数になることはないので整数になりますね。 u a かける b、整数かける整数、この場合も答え必ず整数になりますね。うもそうですね。 A 割る B、 この時には例えば B の方が絶対値が大きい数だった場合、分数や小数になる場合があります。ですから A 割る B は整数にならない場合もあるということなので当てはまらないということです。ですから選ぶものはあと、いと、う、この3つになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。